私の敵は私です。ファイト青山。おはようございます。おはようございます、はい、今日は土曜日ということもあって、はい、だいぶ多いですよ。そうですね、3倍ぐらいいますね。300ぐらいですかね。300、400、抽選ですね。抽選勝負ですね。行、うん、くよ。あれ、はいはい、どこ空いていた、はい、行きます。いらっしゃいます。靴靴でございます。大丈夫っしょ。大丈夫っしょ。なんかには座れます。最悪バラエティおはようございます。お願いします。おはようございます。さあさあ、本日こそ事故を起こしたい。おはようございます。お願いします。クイーンのテーマ乗って、まあ絆は相変わらず人がすごい。うわ、余裕ですね。外線は取れるよ。でもな、青山市は凱旋悩む。あのここら辺と、うん、ここら辺がよく出てるんですよ。わかるわかるわかる。奥行ってみます。あ、奥、なるほど。ずっとなんか手前で打ってたんで、はいはい、わかるわかる。いつもこことこの辺でしょ。そう、あの2代目、ね、3代目らへんのこの角じゃない、角じゃないとこね。たまたまですよ。でもその設定とかじゃない、うん、ないよね。あ、まあ、そう、わかんないけどね。事故ってる、うん、ここにします。はい、前日317回転ね。ファイト青山。はい、おはようございます。おはようございます。はい、青山亮と申します。よろしくお願いします。はい、ちょっと朝からスタートダッシュ決めれてないですよ今日。いろいろありますけど、まあ、まず編集部に8時15分集合だったのに肝心のディレクターが来ない。ディレクター誰のことですかね。あんただよなんかさっき今日何回目って言ったら、うん、4、5回目じゃないって言われて、今日6回目だそうです。6回目で、かつ半年だわーって言ってたら、女は記念日が好きだねって言われました今日どこ来てますか。今日は、はい、キコーナー平井店さんからお送りいたします。はい、でこの番組はね、一応目標がね、自己動画を作ると。何笑ってですかいや、今までさ毎回カンペがあって、一応番組説明のカンペがあったのに、ね、うん、ついにそれも出さなくなったから、ね、自分で番組説明始めたと思って、うんうん、今思い出しました。カンペ持ってきてねえぞクリちゃん、あるのかい、カンペは。いや、行っちゃいましょうこのまま。まあ目標があるんです。はい、その目標は、はい、覚えてないからこちら。おお、新しい、まあ、とりあえず自己動画ですよね。そうですね、自己動画作って、自己動画を作って、うん、それをみんなに評価していただいて、ね、いいね欄を押していただくと励みになりますので、うん、お願いいたします。回しが上手、ありがとうありがとう。なんかふわふわしてる今日もうさっきからね、笑ってるのが AD のクリカでしかいないっていうのがもうずっと気になってるんですけど、ね、来ててくれる方いるのにみんなもファンの方はいるんですけど、もう AD のクリカで一人だけケラケラ笑ってるっていう状況はねこれどうなんだろうって思ってますけど、ゴッド系に行かせていただくということで、凱旋です。今日はもう大丈夫よ今日。なるほど、開けてあります。なんと22時、大丈夫の基準が分かんないけど、はい、30分00秒まで挑める準備はできます。そしてもう一個、はい、お金下ろしてます。あ、なるほど、はい、いくらですか、一応聞いてください。いや、10は入ってますよ。あ、10入ってるんですね、はい、スタンバイ完了。今は3万円って言った方がよかったちょっとやり直してもいいかじゃあちょっと頑張っていくわよ、りょうこ。いくわよ、いくわよ。それではいくわよ、はい、ファイト青山僕ね、嫌いです、ね、それ。それでは実践スタートです。お願いいたします、ファイト青山。はい、というわけで、はい、凱旋でございますよ。凱旋、はい、ちょっと不安なのが、うん、半分からこっち側自力のあたりがいないんですよ、まだ。そうですね、結構400ぐらいみんなもう回してるんですけど、うん、隣の方は G ストップで当たってるから、うん、実際言うと反対側の方がいいんじゃないかなってあっち側ってこと。そうそうそう、なんで言わないの、ね、なんで言わなかったんだろうね。やっぱりオープニングの復習されたここでいや、そういうわけではないんですけど、はい、しょうがないよね。こっちにも塊あるかもしれない。まあ、引くも引けばいいだけですからね。そう、引けばいいだけ。行きます。前日317やめの台、はい、いや、こんなん絶対言っちゃいけないんだけど、事故率はでもこっち側の方が高いです。ゴッド確率上がってんじゃない、こっち側だけ。ゴッドバージョン、ゴッドバージョンって何だ。私同じミスはしない女なんで、
はい、それ封筒なんて書いてあるんですか。これあの交通費の封筒にあの封筒なかったから入れ替えたんです。2枚目、はい、あの初回の時に投資1万円数え間違えてるんで結構まとめて引いてますよ。とんかつのサンタの話してたら、あ、当たった。さあ、いったんじゃないですか。ドゥ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 イリュージョン、イリュージョン、電気が自然につきました。いや、線で引っかかってくれれば全然いいよ。いや、ダメだ、今日コメントが全部後ろ向きじゃないですか。そう、後ろ向き。私はね、前向きだけが取り柄なんですよ。そんなことないですよ。え、何が残る、教えてね、教えて、何何何何が残ってる、何でしょうね。はい、700ゲームです。お、リプさん、リプさん、もう今度は大事にいく、流れで流れでって言ってね、失ってるんで、はい、今日の前半の唯一の見せ場ここです。ここなの地味だな。だって今んとこないから1個も行けますよ、はい、演出起きない方が、あどうでしょう、終わり、見せ場なし、あああるある、ね、人はあるあるですよ。5枚目、あ、もう5枚目、しあ、多少は上げてるんじゃないかなっていう予想ですけどね、まあ、そうにもなってない時点でそんな予想いらないかなって思うんで、据え置き天井だった時の、ね、ゲーム数でも計算しましょうか。350ぐらい、317、あれ許せねえ許せねえ超スーパーミラクル謎当たりこのパターン多いわね、涼子。いやもうね、何度もやられてるんですよ、私、うん、もう先じゃ仮にこれが設定変更されたとしたらさ、あとね、130ゲームぐらいじゃないですか。そういう時にさ、こいつ当たるじゃん、当たる、天国でも何でもないようなところで。そう、そのコイン2枚何やってるの。4枚よ、自慢4枚、勘違いしないで、4枚ね、行くわよ、色変えるわよ、はい、白いわよ、まあそりゃそうでしょうね。37,000円、はい、相当37,000円、絶望です。867ゲーム、これもしも万が一、うん、万が一散髪だった場合、待ってるのは地獄ですよ。ああ、そうですか、ビクチャーストライ、よし、よし、なんとかつないだ、うまいな、まだいける、まだいける、まだいける、流れのね、中で、あー、もったいない。前の人はこいつ何やってんだろうイメージから入りたいタイプなんですよ、はい、でもまあ2セット、なんとか、いやいや、大したもんです、何発よりマシ。それはね、じゃあ一応番組恒例となりました、よっ、コメント開始のコーナーかっこ GG 中。そう、これをね、なぜかね、 AT 中とかやるもんじゃないんですよ、我々は AT 中にやるというケニチ T さん、ケニチ T さん、ありがとうございます。じゃあ読むのか合ってるか分かんないですが、はい、チャンスゾーンスルーすぎ、でもそれがりょうちゃんらしい、次は事故待ってます、まとまぎ2だ、まとまぎ2の前ね、ありがとうございます。そうなんですよ、あの日はひどかったね、まあ、動画見てびっくりしちゃった、ひどかったですね、自分で思った以上に入ってなかった、十何分の4とかで打ったんですよ、うん、で、うち2回ホームランかなんかでね、16分の4とか、そうそうそう、あー、いや、枚数しっかり取れてるけど、2セット、はい、奇跡を起これ、3回目、おおお、あれどうしたの、急に謎当たり、はいはいはい、早い59、どうしたかは私が聞きたい、
ちょっと潮目が変わってきたというか。行こう。鏡。あるよ。あるよ。キャップあるよ。あります。うん。だから内部状態がいいんでしょ多分。さっきのやつ謎っぽいけど、うん、天国で当たってて。そじゃない。そうじゃない。あないよ鏡。ああ、いた。四件目。うん。おいおいおい、いいじゃないの、りょうこちゃん。いいじゃないの、いいじゃないの。いいじゃない。あー、出た、しまこ。来たわ、しまこが。しまこ、使っていいかしら。箱よね。箱よ。どうぞ、使って。すぐに下ろすことにならないように祈るだけよ。はい、箱よ、箱を使ったわよ。これ言っちゃったらあんまり良くないのかもしれないんですけど、こうね。お手に出る身としてすごく安い通販サイトを見つけまして、最近買ってるワンピースとかほとんど千何百円とか。でもあなたのうちじゃあ洋服がえらいことになってなっちゃって大変なんじゃないの。私の家の話。そうよ、後輩ライターにあげたりもするの。あげたことはあるんだけど一度も着てるのを見たことないわ。あなたぐらいの背の高い方って塩根ぐらいしかいないわよね。こう見えて M よ。 M なのね。 M、 私 M よ。そうなのね。私 M よ。そっちの別の M に聞こえるから気をつけて。違うの、そういうことじゃないの。私でかいってよく言われるけど L じゃないの、 M なの。そうね、サイズの話よね。そうよ、間違えないで。涼子は実際はどっちなの。どっちもできるの。どっちもできるどっちもできるのね、すごいわね涼子。どっちもできるなんてちょっと恥ずかしいわ。ガチな感じで考えちゃったわ、ね、割と相手に合わせるタイプだわ。あ、そうなのね、うん、よし、お2%。いただきます。おお、ラッキー。いいわよ、鏡出づらいですからね、人事中は。もうこれ本当は早くやった方がいいの分かってるけど、ごめんなさい、Gストップだけは時間かけさせてください。分かりました。時間かけた割に、あ、そう、サクッといきます。あ、いきます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 、はいはいはい、おお3でもいい、3で十分。さあこれで3セット目まで確定です。ありがたいね、これ満杯の序章じゃないですか。早い、ちょっと、まあ、ちょっと早いですけど、絶対飲まれてお金入れるとみんな思ってたと思うんですけど、さすが S も M もいける女違うな。いやー V とか出てこないかな。渋谷来い、渋谷。おポンポン、はい、白い。嫌いだったか。嫌いですりやめて。私は嫌いが大好き。私は。でもこの隣のね、小岩とか新小岩行ったらね、駅前出たらもうすぐワンカップ大関飲んでるおじさんとかいますから。そうなんだ。キャップコメント。ああそうですね。ようやくコメント戻りますけど。はい、お帰り。はい、上から青山さんという方。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お休みの前にで宣伝してたから来てやったぞ、頑張れよ。ありがとうございます。あの一生分のウェブサイトがあって、はあはあ、そこでラジオを毎日更新する。あ、そうなんですね。1日3分ぐらいの超短いやつなんですけど、はいはい、もう本当にくだらない世間話。本当にもう本当にマジで聞く価値もマジでないんですよ。やめなさいよ。いや本当にないんですよこれが。終了か、すごいな。さあ見えてる分はこちらで終了となっておりますが、天国で立てた可能性はあるんでループ。ああ、おっ、Gゾーン抜け1ゲームで風。じゃあ当たるか当たらないかわからないからコメント欄に戻れますね。ちょっと笑っちゃったのが、はい、
あううえさんという方で、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何もないのに何か起こるのではないかと思わせる編集がとてもうざいです。青山さんは好きです。これは僕の問題ということですね。いやでも本当にね、はい、何もない時はねキャップのその魔法に頼るしかないぐらい何もないんですよ。まあ、これは難しいですね。まあ、確かにその魔法を使わないでこの動画が出来上がったとしたらそれこそ事故なんですよね。本当にただあの残念な映像を垂れ流すみたいになっちゃうから、あそこのラインがね難しいところですよね、煽りというのは。そうですよね。じゃあ続いていきますよ。はい、サクライダーさん、ありがとうございます。前髪作ってない前の髪型が好きということらしいです。髪型言及系のやつ。お。あゆかわほたるさん、青山の手料理動画が見たい。まあこれはね見ない方がいいです、ね。そう、昔ね番組でやってたんですけどね、叩くっていうか批判的な人もいました。なんかそんなできないもん見せんなみたいな。身も蓋もないですけどね。うん、村幸さん、はい、ありがとうございます。りょうちゃんの可愛いのは鼻をくちゃくちゃにして笑う顔が魅力ですよね。じゃあそれは違う、怒った顔です、まあ、他にもねアームさんの笑顔を見ると元気出ますという方がいらっしゃるのね。ありがとうございます。じゃあ私勝たないとね、笑顔になるにはやっぱり勝たないといけない。あとね他にもその島村系のあれですけど、ナチュラルメイクだし着飾ってないところとやっぱり笑顔が素敵。自分の中では最大級のおしゃれで着飾ってきてるから。あと首筋が綺麗っていうコメントとかね。わかったわかった。お姉キャラトーク笑えましたっていうのがありますね。本当か。これはね嬉しい。あ、そうです。言わないけど、うんうん、キャップはハマってますよ。その気あるよ。女装癖とかないわよ。これないわよ。あるわよ。私ないわよ。あなただってあんなに話引っ張ったの初めてよ、その言葉で。そうそう、ああいうのって切り上げ時は難しいわよね。しかもちょっと癖になっちゃうから、気持ちいいから。みんなやってみたら分かると思うんだけど。あ、そうね、分かるわ。意外と気持ちいいのよ。そうね、そういうところから入ってくのかもしれないわね。お、おかえったわね。おかよ天国準備以上または前兆よ。よこ、じゃあコメントの方に戻れば。戻りましょう。ここなのね、やめるタイミングは。そうよ、戻りましょう。はい、わかりました。ということで、はい、次のコメント、TM さんという方で、ようちゃんの脳の仕組みが的な考え方がわかるわ。あのね、はい、さやかさんの悩み相談した時ですね。ああ、まどかのね、うん、脳でちょっと惚れてるっていう。なんか僕最後まであれよく分かんなかったら、あやむさんの言ってること。まあまあまあ、人間の感情はある程度は制御できるよっていう話。その仕組みが、仕組みを知らないからどんどん深みにはまっていくだけで、それを知ろうとすることが自分の感情をコントロールする第一歩になるんじゃないのかなっていう定義というか、提案というか。なんかロシアの軍隊に習うこととかじゃないですよね。違いますよね。違う。例えばさ、キャップ結婚してるでしょ、うんうん、で会社にさ新人の女の子が入ってきて、すごい自分のもうこの世に一番ぐらい可愛いなって思うドストライク、はい、橋本里奈さんが入ってきました。入ってきました、気候なイメージキャラクターの、はいはい、でキャップはもちろん奥様のことをすごい大事にされてるんですけど、はいはいはい、その女の子がまあ可愛いなって思ってるぐらいだったのが、その子からすごいこうなんかあれもしかして俺に気があるんじゃねえのみたいなことが起こったとします。まあ男はよくそういう誤解はありますよ。そうで、勘違いなのかどうなのかわからないような状況ってすごい気になっちゃうじゃないですか。まあ僕は気にならないけどね。僕は違うかもしれないけど普通のね一般の方は。僕は気にならないけど。でその場合自分でその気になる感情を育ててしまったら過ちに変わるかもしれない。ああ、それがいわゆる好意という感情と勘違いをしてしまうということですね、うん、違う。あ、違うのね。全然違う。そうなのか。何聞いてた。いや聞いてましたよ、聞いてました。だからその全然分かんない。じゃあその橋本里奈ちゃんのことを
でそれを分かった上で進むのか、うん、それすらも考えずにその道を選ぶのかっていうのは自分次第でしょ。もうそれただの昼ドラの選択肢みたいなことでしょ。昼ドラ的な脳関係ありますよそれ。脳の話って言ってましたけど、その茂木さん的な話、茂木健一郎さんみたいな話が出てくるのかなと思ったんですけど、それ両親とかの話の問題でしょ、うん、あ、違うんだ。我慢する、うん、いや、やっぱり両親じゃん両親とかモラルの話じゃないの。もう一回やり直すこれやり直さなくてもいいですけど、会社に橋本ねあちゃんが入ってくる前の設定からやり直す死に戻りですね、はい、死に戻りました今、はい、橋本里奈ちゃんが会社に来るとこまで死に戻りました、はい、でどうした、もう無理だいやでも違うんだ、あの僕はあまりよく分かんないけど、このコメント欄の人はすごい分かるんだって、帰ってくれた人は。でもその人に来てほしい、ここで話したい。なるほどね、キャップじゃ話にならない。話、僕は話にならないのかもしれないけど、もう次の話いきましょうね。ミートアレキサンドリアさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。女性ライターでは一番頭良さそうだけど、丸、男選びで失敗するタイプと勝手に思ってます。どうなんでしょうね、心当たりがあるのかないのか分からないけど、これからも頑張ってくださ い, ということで。ありがとうございます、はい、あの私全然頭良くないですよ。いや頭はね、あのいいと思います。僕もいろいろ計算してやってるタイプですね。ここだけの話計算箱ちゃん、これは何かの偶然か。花さんという方から2週間前に M でーすかっこ笑いっていうコメント来てます、ね。誤りは M でーす。え？って書いてあるの？いや違います。ああ、なんでそうやって書いたか教えてほしいですね、その方には。まあそうですね。そのもし見てたら、うん、書き込んでほしい。真意を書き込んでいただけたらもし。じゃあ次 GG サクチョツさん。マジでファイト青山最高すぎて友達に真似してやっちまう。これどういうことなんでしょうね。あのそれのこと、あ、これ最高なんだ。需要ありましたね。もうバカにされ続けて半年ファイト初めてですけどね、バカにしたのは今日は初めてですけど。初めてじゃないよ。あ、そうでしたっけ。何言ってんですか。だってやってることファイト一発ですからね。ファイト一発はこうじゃないですか。キャラもんですよ。両親の会話の節々に昭和の芸人の要素がブラックホール昭和の要素出てます。芸人の要素がブラックホール、まあ、2ゲーム目、OK、3当たってるね。終わらない終わらない終わらない、はい、終わったあ、さすが昭和の芸人あっちゃー昭和の芸人の要素が盛り込まれているところが好感度アップ。すごい、そんなこと言ってくれるんだ。ブラックホール3連で終わらせるところに好感度アップなんですよね。いやそれは別に昭和感ないですけどね悲しみのすっからかん、はい、すっからかんになりました。ファイト青山頑張って、ね、飲まれる前に当ててください。キャップがいないときは当たるから、はい、それを実現しておきます。はい、なんかすごい威圧感が。ちょうどキャップがいなくなった瞬間にアルテミスの矢が外れました。まあフェイクもあるし本前兆もあるし裏点っていう可能性もある、そんな状況どうでしょうか。フェイクが5000分の1ぐらいだったと思うんで1回だとね心もとないですよね。ただ複数回確認できるようだと設定にも期待できるし GG も近いと事故のスタートラインに立てるかもしれない。やっぱりキャップがいなくなると何かが起こる。フェイクか、悲しい。
キャップのいないこの会社に。いやでもゲーム数飽きすぎてると思うんですよね。5ゲームくらい回してる、帰ってきた、待ってました。キャップ聞いてください、はいはい、アルテミスの矢をでリプレイを否定したナウです。あ、じゃあ本物と考えて良さそうですね。フェイクが5000分の1ぐらいなんですよ。それを2回引いたか本当に裏手に行ったか、裏手行ってたらまあ4、6の可能性が高い。あ、5000分の1で2回引くかな、どうかなということで、その結果を確かめに行きたいと思います、はいはい。あれ1回当選確定とかだったっけ、裏点って。あ、当たりまでは絶対落ちないんですけど、ですよね、下段キナナの 25% で GG。 いや、これはもし本当なら本当高設定期待できる局面ですね。でもこんな上手に積もれる、まあ確かにそれだけが不安ですよね。あ、577、あと雷演出で奇数天敗とかですよね、はい、あと、なんだっけ、竜巻と太陽の戦車で下段キラナだったらその時点で当選、はいはいはい、あとはまあ、あれこれ下段だった、下段だった、下段だった、全然気づいてなかった。じゃあこれがもし今のこれもそうだけど当選してたら青7引きたいとこですよね、通常穴のね。そうですね、とりあえず裏点であってほしいから当たってくれたらそれでいい。ここでいかにストックできるかっていうのも重要ですよね。5枚目です。やだ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 、嘘って言って、そんなんないよ、そんな逆の奇跡いらないよ。まあ、5000分の1を2回引いてた可能性が、おっ、ふぎはさみ中キス、天国の可能性が高い、濃厚です。これ表も裏もなんてこともひょっとしたんじゃないの？あるんですか？まあ下段共通キラーのあんまり引いてないですからね。じゃあ終わんのかな？終わんない、うん、当たるんじゃないですか？もう3回目、もう4回目、さあこれがどっちで当たったかですよね。延長ゲーム数的に表っぽいですよ。あ、 V1V 出てね、842、どうなの、ね、いや、行きましょう、はい、白いけど。昨日カラオケで何歌ったんですか？今それいる？その話今しちゃう？まあでももう終わっちゃいますからね、この後。はい、そうですね、何かの間違いでこれは実は中身は裏で当たっていたと。そういうことですか。ポセイドンいっちゃうかもな。ポセイドンの、あ、あと渋谷なんとかが聞きたい。アクエリアス渋谷ね、アクエリアス渋谷っぽい。あー、違った、十分です、何でもいい。嫌いだった、嫌い嫌いディスった今。まあ普通に考えたらでも単純に表の最初の初当たり地のでループ取ってたっていう、あ、違いました、すいません。そんな私みたいなもんがだよ、5000分の1を2回も引けると思いますか、あんな短期間で、短時間で。じゃあこれは青山亮が言ってることが、お、上か2番目、お、天国、まあまあ出目も良かったしね、ループありですよ、裏手、あ、裏手、確かにそうだ、今渋谷じゃなかったんだ、そういえば嫌いだった。本当に期待できるんじゃないですか、青山さん、あるんじゃないですかね、うん、あると思います。あ天心さん、天心さんです、気がするあ、いいですね、そう、仕上がってないものまねちょっとここ山場じゃないか、早くも今日の山場、うん、今日最後、最初で最後、さあ行ったり来たりで、まあ、裏手って確かそこまでねループ強くないっていう人もいるんですよ、まあまあまあ、2、3個
あればいいかなみたいな。私結構実績あるんで、裏点のループは任せてくれ。実績、正直本当にその裏点とか表とかは断定できないような状況。私はなぜなら下段キナナのゲーム数も数えてないし、今思えばね、確かに全長ゲーム数数えてくれたね。ちゃっかり風吹いちゃってんのよ。教師的な意味で皆さん、はい、数えましょう。今大事なポイントでした。そうだった。4か6かが濃厚になるかどうかという局面をね、まあ、ただそんな方は多分ファイターは今見てないと思う。見てない。でも見てるかもしれない。暇つぶしに。もう1セットは確定と。もう初っ端から色変えていきたい。こすっとこ。それやってもいいんだぜ。こういうところだよね、きっとね、昭和っぽいって。ただそれを良しとしてくれる人がいることに今日気づきましたので。いいんだぜ、いいんだぜ、青くなっちゃってもいいんだぜ、いいんだぜ、行くぜ、ウェイ、白い。またやクソバクを。お昼、あーでもどうしようかな。まあでも仲良くなったし、焼きそば屋さんと。いいじゃないですか。おお、何、あ、待って、見てなかった。ああ、ひょっとして押し順右上がりキナナかもね。ねえ、押し順だったよね、今ね。今押し順だったと思うよ。ちょっとこれ VTR チェックしましょう。はい、ちょっとちゃんと VTR 確認しました。はい、審議の結果、はい、審議の結果発表します。はい、はい、なんと押し順はありませんでした。6じゃない、6じゃないじゃん、恥ずかしいじゃん。ぬか喜び。いいよ、1セットもらってるから、はい、ぬかではない。そうですね。お、いいよ、来た。おー、さん来た。なら止めちゃう。うん、そっちでもいいんだよ。行きます。さあ、まあ、まあ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 でしょうねって思った。え、いやでしょうね、まあ、せめて赤7ぐらい揃ってくれないかなと私も思った。はい、渋谷でもいいよ。さあ4セット目。はい、さあ再び箱が満杯になります。お昼何食べようかな。焼きそばがいいんじゃないですか。焼きそばがいいかな。焼きそばがいいかな。やっぱりソース味がいいかな。この演出来ないかな。ボフォンって言わないかな。さあ4セット終了。はい、勝つあたりループループ、うん、で上乗せ、はい、そんな状況でございます。ループがまだあるかどうか。1ゲーム目鏡、はい、ファイト青山。はい、というわけで、はい、前半戦終了でございます。どうも、はい、どうもって。まあ、じゃあちょっと現在の状況。はい、投資が4万4000円、回収が1000枚ぐらいですかね、うん、1000枚ちょい。まあ、まだでも巻き返せますよ。
いや分かんなかったけど裏点ってことにしてます心の中そうなんです、ね、もうこれは合成点だ。あなるほど。私はもう裏点 の, あのアルテミスの矢外れを信じて高設定のつもりで後半は高設定らしい挙動をお見せできるように頑張りたいと思います。はい、最後笑っちゃいましたね。この右手で掴み取ってやるで、はい、ファイト青山。はい、僕は嫌いなやつ最後出て、はい、じゃあ皆さん来週かどうかわからないけど、はい、次回もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。さようなら。生駒岳氏、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香、人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。衝撃77連発必勝本 DVD アルティメットボックス。お前やってんな。持ってちょっと待ってこれが一番好きだ。騙されてる。いやでもたまに優しい。9割やな。やべえこれ、これやべえ。クリさんやっぱこの頃はまだ入手やってない。確かに。こういうのをマジで殺したくなった。え、そんな本当だ。松本ホールだ。いや、どんな心持ちで来るやつ。